オーバランチャンネルようこそ。ストリートフルーツシリーズ、今日はこの木になっているグアバのフルーツ見たことありますか？こんなちっちゃいんですね。今日はこれを食べてみます。今14キロぐらい走って喉がカラカラです。それでは行ってみましょう。これどうやって開けるの？おグアバの匂い、こんな感じ。いただきます。うん、これ種ばっかりだね、これ。うん、まあ、でもグアバの味で美味しいです。こうやって食べるよりもジャムとかにしたら美味しいですね。これから種を出さないといけないので。じゃあまた。おいけ。